何か言いたそうね。聞きたいことはあるが、まともに答えてくれるのか。ラクーンシティ、あの事件が起きてから世界は変わった。一人助ける間に100人が死んでいく。俺も変わった。あなたが？レオン・S・ケネディが？あなたは変わってない。そう思い込んでるだけ。根幹は正義感あふれるいい人だからね、レオンさんはね。だったら聞くが、お前はどうだ、エイダ。今度も俺を利用する気か？どうかしら。着いたわ。あなたのそういうとこ好きよ。またね。わざわざハンドルを蹴飛ばしていくんじゃねえよっていう。泣けるぜ。レオンの決め台詞だよね。泣けるぜ。好き。本当にいいキャラしてるよね、レオンは。バイオハザードのキャラでね、クリスとレオンどっち好きって聞かれたら普通にレオンって答えちゃうかもしれない、俺は。実際レオンの方が普通に好きです。おい、あれはなんだ、自動砲台か。いや、まあそっちじゃない、そっちじゃない。あ、まあそっちもだけど。おお、タレットじゃねそれ。おい、左のこれ壊すんぎ。守りは厳重だな。迂闊に進めば蜂の巣にされる。投降機が暗がりを行こう。マジかよ、最近サイバーパンクで見たぞ、ああいうタレット。本当に嫌い。割と即死させられる。あと地図を買ってないからアイテムの位置がわからない。は大丈夫か。まあこの辺は通常版と一緒かな。ここの辺にアイテムがちょろっとあるのは昔と変わらなそうだね。本当にちょろっとだけどね。若干入り組んでるというか、作りが逆というか。マジ俺の好きな地図入った。地図キャイネーイ、キャイネーよー。うそー、本当にな。よし、しまおう。やべえな、地図変えな。まあそうなんだよな、マップ変わるタイミングだから無理していろいろ買う必要なかったんだよな、俺もな。あいつってもしかして、もしかして味方も撃ったりしないかな。しなそうだね。レーダーの範囲内に入ったやつだけを撃ってくれるんだったら全然問題ないけど、敵味方識別するタイプだとしたらだるいね。あぜ銃に持ち替えた。ナイフでいい。いやー、消える死体って便利だな。で、上行ってサーチライト消さないといけないんだ。先これを押して、いや、サーチライトは消せないか。消せないっぽいな。
正直正面突破したらどうなるのか見てみたくてうずうずしてます。ただそんな目立った行動はできないのでね。なんかいたなこんなやつ。やべ、銃間違えた。あっちっちゃ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 。ミニガンではないけどミニガンっぽいあの腕型の小型武器なんなんだろうね。熱っ、モーションが大きすぎるな。よいしょ、痛い、もう超蹴られる。おとなしくグレネード投げた方が賢いねこれね。足短お前、なんかごめんな、足短。倒せたっぽい。熱いし痛いし。切り替えはこれどうやってやんだ。後ろに回れるのか。あ、なんか本当にステルスでいけそうなマップだね。こことか入れそうだもん。入れそうってか入れるんだろうな。なんかぐちゅぐちゅ言ってんのだけは聞こえる。そして砲台の餌食になってるのも聞こえる。火炎瓶二刀流とか超かっこいいことするじゃんあいつ。死んでくれないかな、危ないから。ここに登った理由は特にないんだけど、あれ砲台を変える理由はあったのか。あっつ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 、蹴飛ばすとろくなことがねえ。ここの真下通ればいいってこと？いや当たるよな。とりあえず封鎖的な。撃たれる撃たれる。ここは大丈夫なのか。あ、イライラ棒とかやってる気分。ここはダメでここはどうでみたいな。よし、オッケー。まあ無印のやつに比べたらマシかもしれん。でもなんかその無印の時こっから謎にホラー演出多くなった気がするんだよな。今作はどうなんでしょうかね。よいしょ、なんか3つ目の場所のここ確か孤島っていうマップだったと思うんだけど、ここの序盤だけ急にホラーゲームを思い出したかのようにホラーゲーさが多くなるんですよ。無印版の方はここじゃなかったかな、もうちょい先行ったとこだったかな。死ね。弾がもったいない。ここ来るともう本当に弾に余裕なくなってくるんだよな。分かっちゃいた話なんだけど。
前らあれだな、ヘルメットつけてないと特徴ないのな。あ、別に悪口とかじゃないですよ、純粋な感想ですから、個人の意見ですから。はしごで上かな。はい、ゲノム兵。今のは割とあれかもしれない、ゲームによっては見えない敵の多い画角かもしれない、人間の視覚の部分だよね、ちょうどね。あとさ、この辺からさ、雑魚兵がロケランとか使ってこなかったっけ。よいしょ、おやすみ、眠ってな。怖すぎるんだけど、思い出したようにホラゲーチックなのやめて。こいつここで何してたんだ、壁じっと見つめて。いやしい野郎だよ。あ、まあでもこっち先来なかったら向こう側通った時に見つかってたってことか。いやらしい、やなゲーム。理解はした。宝箱があるのは分かってるんだよ、この先に。ただこれやったら見つかるよねっていう見つかってもいいか、割と耳も遠いから見つかってないっぽいね。周囲の敵クリアリングしてて正解かな。うんなことなかったです、すいません。耳悪いとか言ってすいません、ごめんなさい、すいません、反省してます。とりあえず死んでください。ちょっとその鉄板やめろマジで。あぶねえ、間に合ったー。もうほら、いかつい武器持って頭ガードしてふざけるんじゃないよ。あ、ほらほらほら、あれ見てみ、あれ、俺スコープないからあんま見せらんないけど、あれ見てみ、ふざけんなって話なのよ。雑魚兵が当たり前のようにロケラン持ってる世界でなんて戦いたくねえぜ。どこのバトルフィールドだよ。バトルフィールドでもあんまねえよ。たく。装備はできても実際装備するやつなんかいねえからな、バトルフィールドとか COD ってな。わお。よいしょ、いってー。なんで今そのタイミングでコンって殴られるの。あとそのバールやめて。なんか頭のヒット率悪い、俺がうまくクリティカルにできてないだけかな、どっちなんだろう。もう分かんないから、足打って転ばせて頭刺してっていう単調な作業を繰り返していくか。ナイフ余裕あんだよな、予備が5本もあっかな。1本くらい投げナイフとして使っても怒られないレベル。なんか雪降ってきた、雨ですか、まだこれ。割とレオンが天気気にするんで、そう、こっからだよ、こっから、こっから先がちょっと思い出したようにホラーゲームなんだよ。ムカつくんだよ。わかんないけどね、無印がそうだっただけで RE はどうかわかんないけど、ああ大丈夫そうですね。いや、建物の中入るまでは油断できん。
あいつら無視してこっち来ちゃったけど、いけるの？うわあ！死ぬかと思ったぜ。いけちゃった。え、何？じゃあ、あの下のスペース何？宝箱でした。行くしかねえな。なるほど。アーマーが壊れそうだって、よく壊れなかったな、お前の体。ん？つうか、HP のだ、ゼロ？火だめゼロ？嘘。なんか避けられなさそうだよね。おお、やめて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 、その魔漢交差法みたいなポーズやめて。ふざけんな。俺はてめえと心中するつもりはねえぞ。あぶね。よいしょ。やべえ、かっこいい、2発装填してる。課金課金じゃなくて、なんで下から刺さないと刺さんねんだよ。わお、やだ。なんかやっぱヘッドショーダメージ悪くね？ひるみもしない時あるよな。別の入り口を探そう。ああ、なるほど、そうなるのか。いや、もうそもそも普通あっちに行けると思う。なんかね、人形があるのはわかる。どこだ？あと10個だってよ。絶対集めらんねえ。まあサドラ、サドラじゃねえや、なんだっけ、ラルフだっけ、あのポンコツ常習用のあのフィギュアは2周目とかに攻略サイト見ながら回収しよう。俺スッとこっち来ちゃったよ。セーブポイントだ。開きません。なんかすごいピッピピッピ音がします。なんかバイオハザード6みたいに木箱に露骨にね、そのなんかトラップが仕掛けてあるとかはなかった気がするけど。あれ、音がしなくなった。じゃあ上行こう。するわ、ごめん、するわ。おい、こっち来いよ。なになになに、そのポーズかわいらしい。下がります。なんか2人ほど事故死したな、多分な。俺のせいじゃないだろ。顔を近づけるな、こっちに来るな、怒るぞ。自殺だろ。果てしなく他殺に近い自殺だろ今のは。おお、開いた。ちょろ、いいんすかね、こんなガバガバ警備で。まあでもこういう方が管理しやすそうだよね。管理する側としてはなんか人員一人二人割いてる状態だな、絶対に警備抜かれないっていう状況が一番最適だよね。本当にそう思う。プルペット、回復アイテムは今充実してるんだけど、なんだっけ、スピネル欲しいんだよな俺今な。アシュリー、アシュリー、おい、アシュリー目を覚ませ。相変わらずいい足だぜ。待ってろ、やっと合流できそうですね。足でまといと。
ただあいつと合流するってことは俺の嫌いなやつが近づいてるっていうことだけは理解してる。お、クリティカルか？違ったわ。ハルクみたい。よいしょ。お、連続でクリティカル入るじゃん。助かる。カモかな。あれカモじゃね？後頭部真っ赤ですよお兄さん。あーかわいそう、なんかごめん。ちょっとタフいだけの雑魚だったのかな。ここは開かないで、ここに鍵が必要。アシュリーいるじゃん。っていうかさ、俺さ、なんでハーブ使うんだろうね。あるじゃん、ご飯。いつも忘れてる気がする。まあいいや。だこれ。ああ、なるほど。この先もアシュリーがいないといけない。ここか。こうやって黄色く塗っといてくれんの好き。ただの柱にしか見えないもん。よいしょ。どうせ冷蔵庫でしょう。やべ。よいしょ。なんか全体的に敵が硬くなってる気がする。あ、マップが変わったから当然ちゃ当然なんだろうけど、これは会心が出ねえとつれえぜ。よいしょ。足を陰湿に狙ってやるからなてめえこの野郎。あれちょっと待って、ナイフ壊れた。まあいいや。割と壊れやすいよなナイフな。あ、俺の扱い方が悪いんだと思うんですけど、たまにナイフに頼り切って捕まる前提の動き方してる時あるの分かると思うんだけどさ。いや待って、ごめん、スナイパーの弾使い切ってんのまずくない？俺は今どういう状況に自分が足を突っ込んでいるかよく把握したよ。作りましょう。作ってリロードしましょう。ちょっと一旦温存。温存です。こっからはハンドガンとショットガンで頑張りましょう。温存します。スナイパーの弾。ハウスダスト飛んでる。ハンドガンの弾だけ？なんか無駄に入り組んでて見どころがないんだな。てか屋内入ったのにホラー要素がない。そこは無印との大違いだな。あ、いや既視感ある。すげえ既視感がある。なんかねなんだろう、縦長のさオーブンみたいなのあるじゃん。あそこから人が出てくるみたいな演出があった気がすんな。昔は。なさそう。気のせいでした。よかったー。ほんと助かる。ホラゲーは無理なんです、僕は。ん？なんだこう。さあもう敵が出ないだけなの、出ないのに部屋をちょこちょこ移動すんの怖いからやめてって。いつもほら来た、知ってたわ。ほらもう縦流し式のオーブントースター。
かな、多分。なんでこんなとこ入ってたんでしょうね。あれかな、天井の低くて狭いところが好きなのかな、カプセルホテルみたいな。でも立って寝るのは俺やだな、そこじゃねえよってな。なんかギーって言ってんのは聞こえた。これがシャゲレンはまだまだ後なのかな。あ、切らない、出た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 、キラーセブン、キラーセブンが出たから、とりあえず宝の地図が交換できた。助けて、小さな鍵売れるようになってるってことは売れるんかな、使わねえんかな、ここの辺じゃ。まあでもこれか、適当に組み合わせるぞー。これダメだな、王冠はダメ。3つだとトリオがいいんだけど、赤がないからこれもダメ。ああ、赤が欠損してるせいで何も作れへん。あ、小さな鍵売っちゃっていいんだね、今の段階で。じゃあ売っちゃおっか。これで使うとか言われたら発狂するけど。ちょっとサーバシンガーの弾売っちゃおう。あとボルトも。マインスロー用の弾は温存しとくとしても、ボルトは売っちゃいましょう。いりません。あとまあこの辺のダブってるやつもいらねえんだけど、みんなは知らない要素だからさ。サンキュー。オッケー。したら、キラーセブン買って、モテねえなら先に整理しろ。そいつを選んどけば、まあ、間違いねえだろうな。なんかコルトガバメントっぽいデザインだね。で、預けてるマグナムを売却しちゃいましょう。お宝ガラクタ何でもござれか。その価値を決めるのは。ブロックンバタフライを売却しちゃいます。ありがとうよ。で、アーマーも修復して。なんかガバメントっぽいよね。いや、まあみんな言ってもわからないと思うけど。俺が世界一好きなハンドガン、あ、2番目だな。一番好きなそのセミオートのハンドガンはあれが一番好き。グロック好きってわけじゃないんだけど、 GTA5 のさ、ヴィンテージピストルあるじゃん。あれの音と加工した時のデザインがすごい好きなんだよね。こっちじゃないだろうな、きっと。あ、違う。どっちから来たんだっけ？こっちから来たんか。じゃあここじゃん。マジ許さねえ。で、ここにも何かしらカードキーが必要。すごい、なんか急に薄暗くなったね。ああ、知らん。俺はなんも知らん。なんも見とらん。アシュリーを助けるためにカードキーを探しに来てる段階だから、まあ、ここ開かねえし、ここも開かねえから、そうだな。あのデブが行った方に行かないといけないのか。正直、冷凍室行くまではあいつの相手したくないよ、俺は。電源が来てない。あれ、ここに誰か来なかったか？あ、電源復旧した。わーい。まだ大丈夫。カーボードのとおり、エルネスト・ムニョス・レイエス様。
以前より申請されていたカードキー更新について、部門長の許可がおりました。解剖室の共用レベル1カードをご持参の上、下記の手順で更新を行ってください。冷凍室の鍵と書き換え室でレベル2に更新、培養室のカード書き換え室でレベル3に更新。こんな似たようなのを2でもやった記憶があるんですけど。薄ぐれーなー。でここにあれを入れるとそこが開くのか。おかしいな、俺は左の部屋にいる太っちょなやつを見た記憶がある。くれー、ここに来てホラー要素きたー、ブチ切れそう。ここは開かないの？開かないんでしょうね。ん？あれこれ戻ってきちゃったのか。ここの部屋がなんかわからないんだよね。で、解剖室に行かないといけん。てか俺カードキー拾ってない。なにゃ？いや、そもそもカードキーなんてものはなかった。ってことは、レベル1のカードキーを探すところから始まるやつ？てか、電源入ったから、どっかしらが開くようになってるのか。ここ？なるほど。なるほど。ちょっと待ってね。これはどこにエネルギーをつなげばゴールなんだ。なんかよくわかんない。よし、ちょっと覚悟していきましょうか。まあキラーセブンは使わねえけど。リヘナラドールの観察ノート。4月9日、私はついに新たな命を作り出した。名前はリヘナラドール。こいつの最大の特徴はその驚異的な代謝能力である。体内に複数宿る寄生体を全て潰さない限り体組織を無限に再生し続けるのだ。4月10日、試しに特殊スコープでその体を覗いてみると、複数の寄生体の生命活動が無事確認できた。まるで何個も心臓があるみたいだ。不死身の肉体に複数の心臓を持つ新人類の創造。かのフランケンシュタイン博士にも勝る異形を私が成し遂げたのだ。4月13日、この素晴らしい研究成果を同僚のキザヤロに教えてやった。すると奴は血相を変えてメモまで取り始めた。感心しているのかと思いきや危険だと抜かしやがる。私の管理下なら安全なのに、全くバカな奴だ。何月何日、ごく低温層の実験体が暴走した。本当のバカはこの私だった。びっくりした。ただの自動ドアだった。何の実験をしてたんだ。頭蓋骨の形が変ですね。さっきから皆さんに聞こえてるかどうかわからないんですけど、リヘナラドール君の鳴き声が聞こえて僕はもうすごく嫌です。帰りたいです。さあそのドアを開けろ、ぶっ殺してやるよ。早く開けろっつってんだよ。どこだ寄生体。どこだ。
あー背中にあったな今。よし決めた。無視。無視。触らぬ神にたたりなし。あかねえ。うそ。まあ死んだからいいか。マジ。どこだ。残り1個どこだ。あ死んだな。まったく似たようなのが6にいた気がするけど、いや6のあれはマジでキモいからやめてほしい。電源が入ってない。どこをどうすればいいんだ。切り替え装置1個カッチャンとやってくればいいのかな。ああそっちでいいんだな多分な。ああなるほど、理解した理解した。今この状態はこっち側の電源がついてるんだ。やっぱリヘナルちゃん無視できたじゃん。もうかったるいな。おお寒い。うん、難しいなこれ。よし、オッケー。もうどうやってやってるかもわかんないし、頭で考えてやってる、自分が頭で考えてるのかすらわからん俺には。あん？はい。ギャー。とりあえず一発撃ってダウンさせた後ここの部屋に入ります。違う、いやここの部屋で合ってる、ここの部屋で合ってるけどそうじゃない。ちょっと俺の思ってたんと違う。これは対リヘナラちゃん用の武器じゃないでしょうよ。よしオッケー。早く早くしろ。あーやめてくれー、クソがよ。無視。その辺でジタバタしててどうぞ。タクチク照明。ここまで来ればもう追ってこないか。そう信じたいな。これもう黄色ハーブっていらない？もしかして。今気づいたけど。
あーくそー。俺さ、多分アイテム取り逃してる気がする。いや、取り逃してないのか。なんかもう銃回収できたからいいけど、タイプライター送っちゃいます。いやなんか普通に切り抜けられたからいいけどさ、ショットガンだけで。特殊スコープが見つかってないから倒せるビジョンが俺は見えてないよ。やるそれ。この先どっかにスコープ回収できる場所があんのかな。いらねえ、トークン。先行手榴弾、リゲナル相手に聞いたっけ。はあ、切れそう。ここは3が必要。多分この奥にあるんだろうな。俺はもう先入観で、なんだ、冷凍室にあると思っちゃってたけど、実際はここにあるんじゃなかろうか。あ、でそろそろ緑ハーブももう HP が増えないんだったら取っとく必要がなくなってきたので、3つ合成とかしちゃいましょう。引き相手がだるくないですか、そもそも。事案 2002F 実験体の脱走事故について、先日短時間の停電により仮死状態で保管していた実験体が活動を再開、極低温層のを破壊して脱走した。発生から20時間で事件は収束したが、7名が死亡、19名が重軽傷を負った。今も1名の遺体と工具が、実験体の中に取り込まれたままだ。工具バル本事案の原因は不安定な電流、給電状況によるもの。過密を極める実験スケジュールに旧式の発電設備が耐えきれなくなっている。今後このような事故を防ぎたいと考えるなら、研究者よりも技術者の要望を優先してもらいたい。なるほどね。なるほど。開けるには工具がいるな。そういうことね。特殊スコープです。こちらの特殊スコープの方が今アサルトサブマシンガンにも装備できるみたいなこと書いてあったんだけど、僕はそんな器用なことはできないので、そうですね、これが限界ですね。なるほど。こいつも虫に操られた。ギャー、その吸引やめろ。こんな感じで虫を潰さないと永遠と復活するので、まあ的確かつ慎重に潰していけばいいんじゃないかなと思っております。まあでも3箇所だったら余裕か。昔はさ6箇所くらいあった気がすんだよね、リヘナラのやつって。ただ昔のリヘナラはそのなんか上手い人だったらナイフハメができるから弾一切消費しないみたいなのはあった気がする。あれ重なってんの2枚抜きとかできないかな。いけたな。
けても外してたら意味がないんだよな、まったく。レンチアレキサンドライト、んで書き換えを開始と。まあリヘナラちゃんはああいうなんかちょっとメンヘラチックなクソ野郎なんで、もうしばらく出てくれないことを祈るしかないんですけど、まだあと 1,2 回は出るんじゃないかな、あいつ。よいしょ。ん、なんか爆発した。ボンバーマンがいる、しかも2人も。やめろやめろやめろ。書き換え完了しても倒さないと逃げらんねえよ。まあ、逃げるくらいだったら余裕か。やべ、うい、邪魔だよ。いい加減にしてくれ。特に取り忘れとかないんだったらサクッといっちゃおうかな。自分が何を取り忘れて何を取り忘れてないのかってよくわからないからさ。いいの入ったろ。とりあえず取り忘れがないならそれに越したことはないからいいんだけど。ただリヘナならでだいぶナイフの消耗しちゃったんだよな。やべ、しびれる。そのビリビリちゃんと意味あったのか。よいしょ。よし。昔はマジで意味のないただのビリビリだったのに、ちょっとレオンにしびれた演出が入るだけだったのに。畜生。ライフル系と一部マシンガンの一部マシンガンっていうのはさっきのやつでしょうね、多分。さっき拾ったやつ、俺が即納品したやつ。から、まあ、あのサブマシンガンは使ってもいいかもね。あのサブマシンはね、一番使いやすい武器なんで。よいしょ。余ったー。結構やばそう。いやー、ルイス様様やな。エロ。なんやこの女。必ず助ける。ああ、お前も人のこと言えない。今の弾の確認の仕方かっこよくね。いちいちかっこいいなお前な。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりにしましょう。長いね。といってもまあ序盤と比べると本当プレイ時間も長くなってる気がするけど、はい。ということで、また次回にねお会いしましょう。ありがとうございました。